小学校の校庭体育祭が行われている校庭校庭とは、講義では学校の運動場や庭の総称。教義では学校の屋外運動施設のこと。第二次世界大戦後の日本においては、学校の一般的には屋外運動場として設置されている学校施設を指す。運動場及び屋外運動場は、 明治初期から第二次世界大戦中までの時代には、体操場及び屋外体操場と呼ばれていた。なお、幼稚園や保育所の園庭と、俗称される運動施設も、学校の運動施設としての工程とほぼ同じ機能を有する。1905年に、学校園の設置省令が発出されて、以降、学習指導要領や屋外環境整備指針などで、 校庭施設の内容に関する整備が進められてきた。例えば日本の典型的な小学校の校庭では、中央に運動場があり、周辺部に樹木、遊具、砂場などがあり、さらに付属の施設として屋外プール、学級の応援、干賞地、飼育小屋などが設置されている。これらの校庭施設が各学校で標準的に整備されている国は、ほぼないと言われている。 運動場は屋外で行う体育や運動会のほか、町会などのようにも供される。そのため、朝礼台を設置している学校も多い。また、昼休みには児童、生徒の遊び場として使用することもある。地面は砂もしくは土であることが多いが、都市部の学校にあってはウォークトップの塗装がなされ、その場合あらかじめ各種競技に必要なラインが引かれていることもある。 1990年代以降は、学校ビオトープ、エコスクール、運動場の芝生化など、校庭も含めた環境力化の動きがある。裸足教育の学校では運動場に出る時などに、子どもの裸足での運動を問題なくさせるため、石や危険物を拾う作業をして管理している。学校と地域の連帯を強調する声が高まる中で、校庭は地域の運動会や、 防災訓練などにも利用され、休日には校庭開放を行うところも増えている。地区の防災拠点としての役割を担うことも少なくない。学校によっては、その一角に、校区市民館、公民館が建てられているところもある。アメリカでは校庭は芝生が一般的である。校庭のグラウンドは小学校では遊びの広場、プレイグラウンド、 中学校以上では競技用芝生とキッチンの作業を行う中学校の食育カリキュラムが作られた。アメリカ、イギリス、北欧諸国などでは荒れた校庭を再生させるための校庭改善運動が行われており、校庭や園庭の再生が図られた事例もある。ありがとうございます。